ドリンクどうしますか。生で。生。じゃあ僕も生で一番でかい。一番でかいので、はい。かしこまりました。集合なんで、すいません。かしこまりました。はい。すいません。ちょっとそうなんです。すみません。そうなんですね。ほんまね、ちょっと合わせたいところなんですけど、どうしてもちょっとエゴが。集合の。すいません、ちょっと。お名前なんですか。綾野と言います。綾野、はい、あ、綾野、あ、すみません、綾野さん、すみません、ちょっとなんか距離がすごいこう縮めやすい感じがして。あ、本当ですか。ちょっと呼び捨てになっちゃった。あ、いい、大丈夫です。すみません、ちょっと大丈夫です。綾野さんはおいくつですか。はい、私29です。あ、嘘。29です。全然見えない。でも来月30になります。全然見えない。本当ですか。ほんまに10何。いやそうですね、25とか20、そうですね、ぐらい。ありがとうございます。若っ。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一番大きい生です。ありがとうございます。すごい、大きいですね。ありがとうございます。ごめんなさい、持っちゃいます。大きいです。言われます。はい。あ、じゃあ、すみません、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、美味しいですね。美味しいですね、ビール。生好きなんですか。生好きですね。あ、はい、昔からですか。昔から生好き。うん、僕昔そんなやったんですけど、はい、なんか好きになってきました、ね。あ、本当ですか。はい。怖いじゃないですか。ああ、なんとなくわかります。そう、だからあんまり生好きじゃなかったですけど、最近はそうです、はい、生派ですか。うん、生そうですね。はい、生ばっかり。生ばっかりやってます。なるほど。なんか、そうか、聞いたか。今日ちょっとあの恋愛相談があるってちょっと聞いて。相談って何ですか。一人ですることが趣味なんですよ。なるほどなるほど。そう、うん、なのであんまりお誘いできない誰か。なるほどね、確かに。そう、遊びにあんまり行かなくて。わかった、あれやろ、出会いがない。あ、そうそうです、そうです。そうですよね。そうなんです。一人でこう集中してまうから。そうなんです。なるほどね。一人でどういうことをするんですか。本読んだりとか。ああ、本読み。そう、うん、映画見たりとか。好きなことが本当に一人ですることできちゃうことなので。なるほど。いやでも一緒ですけどね、僕も。あ、本当ですか。僕も結構一人でやることを趣味としてること多いですけど、結構その出会いありますけどね。え、本当ですか。はい、読書とかした感想を人と会って言い合うみたいな。人と会って言い合う、はい、何読まれるんですか、ちなみに。小説とか多いですね。小説どういった、その、うん、作家さんだったら最近は原田マハさん。あ、はいはい、原マハね。原マハ、はい、原マハ、ね、マハがカタカナですね。あ、そうそうですよね。そうです、そうそうそう、ほんまにね、そうそうです、そうです、そうでね、原田が漢字で。あ、そうです、そうです、そうです、ね、そうです、そうです。特に何の作品が好きなんですか。風の魔人っていう。風の魔人な。風魔人や。風魔人他は誰ですか。東野圭吾さんとか。敬語ね。はいはいはい、東野圭吾さん、はいはいはい、いいよね、いい、いいですね、面白いですね。宮部みゆきさんと。あー、面白いです ね。西村健太さんと。西村健太さんおもろいっす。あ、本当ですか。はい、また機会ちょっと存じ上げなかった、はい、みたいな感じで。でもこうやってだいぶ深掘りして喋れたわけやから。あー、なるほど、うん、なんかこういうこともあるというか。なるほど。でもまあその俺やから喋れたっていうのもちょっとあるかもしれないですね。それがもしかしたらちょっと盛り上がらんみたいなこともあるけど、まあそれはしゃあないというか、
それはその時というか、今はね、たまたまほんま、たまたま盛り上がったけど、うん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 、ちょっとその、じゃない時もあるけど、でも、そういう会話はできるんじゃないかな。なるほど。他でどんな趣味あるんですか？映画館で。映画とか、そうですね、好きですね。あとラジオ聞いたりとか。あ、ラジオ、AM、FM どっちが多い？時間帯によるんですけど、はい、夜は AM、朝は FM。あ、でもほんまに一緒やな。そう。本当ですか？うん。いや、一緒やな。朝はやっぱ FM というか。朝ね、FM 聞きたい。ウィンター FM。あ、そう。うん。ウィンター FM。ウィンター。インター FM やね。ウィンター FM って、まあ冬も聞いてるからな、俺は、うん。まあ、インター FM とかね。聞いてるけど。あと、あれちゃうか、ベイ FM とかね。ああ、ベイ FM ありますね。ね。うんうん。あと、映画も、どういった映画が好きなんですか？邦画派だったんですけど、最近洋画よく見る。あ、一緒やな。本当ですか？めちゃくちゃ一緒やな。本当ですか？てか、全部一緒やな、今んとこ。本当ですか？え、だって、え、映画、邦画、何が好きやったの？ローレライっていう映画が一番好きです。ローレライね。あるある。ね。他は何？他は最近だと、うん、新解釈三国志って感じました。わあ、なるほどね。あ、新解釈三国志ね。そっちか、なるほど。なんか面白いのが好き。コメディが最近好きです。三谷幸喜さんとか。ああ、好きです、好きです。マジックアワー。ああ、マジックアワー。ね。シンゴジラとかね。あ、シンゴジラ面白かったです。ね。面白かった。面白かった。うん、地元が潰されそうになりました。うわ、あれね、ハラハラ、そうや、思い出の地がいっぱい潰されるから。そう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 、ね、まあ俺んとこは潰されなかったです。あ、本当ですか。うん、あ、よかったです。お待たせしました。はい。ムール貝と初夏の野菜のアヒージョです。美味しそう。あ、ごめんなさい。すいません。いやいやいや、そんな。全然全然。すいません。ちょっとお話に夢中になっちゃいます。もうしゃあないですよ。夢中にさせてしまった。うん、ベリーうまば。ベリーうまば。はい。ベリーうまば。ベリーうまば、やわ。やわ。はい。はい。じゃあ、いただきます。はい。うん。うん。おいしい。美味しい。あ。ね。うん。ベリーウマーバ。ベリーウマーバ。ベリーウマーバ。ベリーウ高田のウマーバやね。ここが高田の馬場ですので。はい。いや、最高やね、ほんまに。最高ですね、逆にこうアクティブなこととかしたりしないですか、うん、旅行とかそういったこと。ああ、旅行よくしてました。うん、一人で行けちゃう。あ、そうか、一人旅か。そうなんですよ。一人旅どこ行くんですか。沖縄とかよく一人で。沖縄どこ行ったんですか。那覇。那覇ね。本島、南大東島とかも一人で行った。南大東島に一人で行ったの。あの信じられへんな。一人で行きました。何をするんですか、その一人。南大東島ってビーチがないんですよ。ビーチないの知らなくて。さあ、それは最初知らないですよね。そこびっくりしますよね。そう。ないんかいって。そう。知らなかったんですよ。言ってまうもんな、思うだけじゃなくて。うん、何するんですか、でも沖縄行って海見る以外。ホテルにこもって。ガイドブックみたいな。ガイドブック見てるんですか。行ってんのに、沖縄に行ってんのに、どこ行こうかなっていうのは。あー、こう見ながら。それでも何やろ、俺も沖縄好きやから、一人よりその二人で見た方がいいんちゃうかなと思うんですけど。いや、そう、私はそう思うな。ね、そう、ただ一人で行っちゃう。絶対その二人で、ね、海見た方がいいっていう。そうですよね。ね、うん、一緒やな、でも全部一緒。
怖なってきました。ちょっと実験していいですか。はい。なんかここあるじゃないですか、いろんな初夏の野菜。初夏の野菜、はい、好きなもの指さして、これ一緒やったらちょっと怖ないですか。うん、確かに。ほんまに一緒やみたいな。確かに。はい、はい、せーの。ね、これ一緒やねん。やっぱなんか一緒やなって思いましたもん、最初に。思いました。本当に。った瞬間に近い星空という星空。星空。近い星。星空。うん、星空やな。星空や。近い星空。うん。うんうんうん。いやーって。うん。いやでも一人で全部やっちゃうから誘いがないみたいな感じですよね。でもいろいろ今話聞いてて、僕が思ったのはこれ結構確信ついてるんかなって思うんですけど、なんかそのままでいいんちゃうかな。そのまま、うん、なんかそのまま変えんでいいんちゃうかな。変でいい、うん、なんかやっぱり一人でこういろんなことに集中するっていうのも大事なことやし、それがあるからこそ仕事も充実してるかなっていう。充実してるでしょ、正直。そうですね。ね、うん、いやそうなんです。わかん、何も聞いてないけどわかるっていうのはやっぱこう一人の時間をうまく使えてるからちゃんと充実してるっていうなんかわかるから、ちょっと変えんでいいんかなと思うと同時に、でも誘いがないみたいなことを言ってたんですけど、正直ね、はい、ないと思う。ないと思う、うん、ないと思うけど、まあ、そうですよね。そう、でも唯一あるとしたら、その唯一あるとしたらなんか俺からの誘いというか、そう、なんか唯一というか、まあその決めつけは良くないけど、はい、まあ直近でというか、まあ直近っていうか、まあそれ以降なくなる可能性もそれ以降なくなる可能性があるそれ以降なくなる可能性も全然あるかなというか、その俺じゃダメなんかなってずっと聞きながら、最初ぐらいからも俺じゃダメというか、じゃないとダメなんじゃないかなって思ってるもんねんけど、それはどうですか。ごめんなさい。大丈夫っていうのは、そのいいっていうパターンのこともあるから、そのあんま良くない、ね、あ、そうですよね。大丈夫ですっていうのは、断る意味で大丈夫ですって言ってる人おるけど、その OK って取られるから、そのあんまその詐欺とか合う。そんなでもそれも伝えたかったのよ、正直。あ、なるほど。というか、ほんまに断ってくれてよかったというか、危機感を持ってほしいっていう意味で、うん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 、ちょっと言ってた。うん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 、まあそんなことはないねんけどちょっとそうっすね。でもまあどんどん外に出ていってください。その外に出た瞬間に誘われるっていうのを示したかったっていうのは大いにありますので、うん、それだけはちょっと外に出るようにします。そやな、ほんまに、うん、それだけほんま、はい、ほんまよろしくやで、ほんま、はい、出てなかったほんまやばいかな。そうですよ ね、うん、ほんま確かに。そう、それだけは出てないとやばいですね。やばい、うん、ちょっとそれだけは、うん、確かに。お願いします。はい、わかりま
ありがとうございます。ありがとうございました。